子供産んだ病院で知り合った外国人ママ A さん。仲良くなって、もう子供が2歳くらいの時だったかな。 B さんの家で集まっていると A さんが、公園でお弁当を食べる人たくさんいますよね。日本の人が作るお弁当はどれも凝っていて美味しそうですが、特にみんな入れている黄色いものが気になります。いつもそれが美味しそうで。日本の伝統食品買うのですか、作るのですか。その場にいた日本人で黄色、黄色、弁当、卵焼きね、となり、ああ、それは卵焼きですね、簡単ですよ、というとすごく驚いていた。卵？卵ですか。いやー、確かに色はそうかも。でもどうしてあんなに綺麗な形になってお弁当箱に入りますか、と大興奮だったので、家主の B さんが目の前で作ることに。 B さんが巻き始めると、さらに A さん大興奮。何ですかこの作り方は、日本人はみんな職人なのね。切り口の模様にもうなり、さらに食べては、美味しい。同じ卵でも目玉焼きとか炒め物とは違う味がする。すごく優しい味、素敵。日本のお母さんは魔法使いだわ、と。その後みんなで作り方を教えて、今では A さんも魔法使いの仲間入り。幼稚園児になったお子さんに一生懸命お弁当を作っている、とのことです。買うのですか、作るのですか。その場にいた日本人で黄色、黄色、弁当、卵焼きね、となり、ああ、それは卵焼きですね、簡単ですよ、と言うとすごく驚いていた。卵？卵ですか。いやー、確かに色はそうかも。でもどうしてあんなに綺麗な形になってお弁当箱に入りますか、と大興奮だったので、家主の B さんが目の前で作ることに。 B さんが巻き始めると、さらに。子供産んだ病院で知り合った外国人ママ A さん。仲良くなって、もう子供が2歳くらいの時だったかな。 B さんの家で集まっていると A さん大興奮。何ですかこの作り方は、日本人はみんな職人なのね。切り口の模様にもうなり、さらに食べては、美味しい。同じ卵でも目玉焼きとか炒め物とは違う味がする、と A さんが。公園でお弁当を食べる人たくさんいますよね。日本の人が作るお弁当はどれも凝っていて美味しそうですが、特にみんな入れている黄色いものが気になります。いつもそれが美味しそうで。日本の伝統食品